った方が相手に好きなものを何でも買い与える。いいな。哦，要家、要车子、房子、飞机都可以吗？男に二言はね、三回勝負だ。先に二回勝った方が勝ち。いいな。我知道了。よし、じゃあ行くぞ。日本では最初にグーを出す。とりあえずグーだ。オッケー。オッケー。じゃあ行くぞ。最後、チョコパン。这个一开始讲好的不一样啊。あれ、社長君。って言っただろ。那刚刚没有说清楚，再一次。あー。勝負は3回だ。あと2回お前が勝てばいいだけの話。それともあれか、おじ気づいたか台湾人。じゃあ2回戦ルールは同じでいく。はい、等一下、再一次让我来用中文的版本。いいだろう、どうぞ。じゃあ飛ぼう。同じ手を使ってくるなんて脳みそがちょっと足らないんじゃないか。不用日本的方式是不是就不行啦。くそ。はい、次だ。次で全てが決まるんだ。可恶，已经最后一场了，他到底要出什么呢？今俺が何を出すか考えてるみたいだな。でも他人のことばっか考えてるとあんまいいことないぜ。可恶，全被看透了吗？那就只好相信我自己了。出我最想出的拳就好了。我最想出的是，好。よし、じゃあ行くぞ。最初はグー、じゃんけん、はい。気持ちに純粋に問いかけてチョキを出すとはどこまでお人よしなんだ。ピースか。お前のピースは平和ボケだな。じゃあ好きなものは何でも買ってもらうとするかな。我真是笨，从小就相信什么世界和平，所以我才会出了剪刀。我真是笨啊。大バカ者だよお前は。我可以再问你一个问题吗？在最后一场开始之前，你心里在想什么吗？俺は自分のことなんか信じない。だから心に浮かんだもの以外のものを出すようにしてる。啊，早知道我就什么都不要相信了。好了，一开始就说好了，要房子、车子，还是私人直升机啊？珍珠奶茶あ、珍珠奶茶飲みてんだ。まだ台湾来てから飲んでねえからよ。这样珍珠可以了吗？あ、でも一人で飲むんじゃつまんねえからよ。ちゃんと買ってこいよな、二つ。好嘛，原来你一开始想喝珍珠奶茶，你就早一点说嘛。哦，爸，そんなんじゃねえよ。早く行ってこいよお前は。知道啦。我先出去，我先出去。啊！大家好，我叫易阿飞。跟我一起撮的啦，黑仔熊。大家好，我是黑仔熊。今天跟三元拍了一支影片，然后。我第一次用这种方式拍片，而且三元表现得非常有张力，他每次，我觉得会被吓到啊！在跟三元拍片非常有趣。嗯，就这样。嗯，なるほど。よくわかった。拜拜。谢谢。听得懂吗？听得懂。